おはようございます。こんにちは、こんばんは。おやすみなさい。タッキンズです。今日は2024年前期社会福祉問い7ですね、社会保険制度についてですね、年金とか医療保険とかそういったところになります。知ってるようで知らないんじゃないかなと思います。僕も勉強するまであんまりわかってませんでした。では、一緒に勉強していきましょう。 2024年前期社会福祉問い7、次のうち社会保険制度に関する記述として適切なものを丸不適切なものを罰とした場合の正しい組み合わせを一つ選びなさい。A、国民年金の保険給付には老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等がある。B、健康保険の保険給付には療養の給付、訪問看護療養費、出産育児一時金等がある。 C、労働者災害保障保険の業務災害に関する保険給付には、療養保障給付、休業保障給付、障害保障給付等がある。D、介護保険の介護給付によるサービスには、訪問介護、居宅療養管理指導、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション等がある。はい、これ全部ありますので、1番の〇〇〇,〇が正解になります。 今日のポイントなんですけど社会保険制度についいいてててどれだけ理解しているかっていうところですね前回も前々回も出ててなんか最近トレンドっぽいなと思ってますで毎年のように社会保険料上がってるんで僕はとてもつらいですじゃあやっていきましょう まずそもそも社会保険って何なんみたいな感じなんですけど、社会保険の理念っていうのが相互扶助っていうような言い方をするんですけど、社会保険っていうのは私たちの生活を保障することを目的としたもので、万が一の事故に備えるために、まあみんなで出し合おうみたいな保険制度のことですね。 で、まあみんなで少しずつ出し合って万が一の際とか必要な時に必要な人の生活を保障していきましょうみたいな感じですね。で、公的な保険制度は現在では今5つありまして、要はこう失業とか怪我、病気、介護など様々なリスクに対応するための国の制度になります。一人はみんなのためにみんなは一人のためにですね。all for one, one for all みたいな感じですね。 次ですね、社会保険制度の5種類あるって言ったんですけど、その内訳見ていきましょう。えまず、医療保険ですね、病気とか病院行った時の3割負担でいいよってやつですねと。次、年金です。65歳以上になったらもらえますせーみたいなで。次、介護保険ですね。介護になった時に介護サービス受けれますせーみたいなやつですねで。次、労災保険ですね。業務中とかね、通勤中に怪我したらもらえるやつですね。 で、次、雇用保険ですね。失業保険とかそういったところになります。で、この労災保険と雇用保険合わせて、労働保険とか言ったりもしますね。で、この最初の3つが加入年齢に達した時に必ず加入しないといけないものになります。で、右の2つが会社員が加入する保険みたいな形になります。で、今日はこの5種類を見ていくような問題になります。 えまず、医療保険になります。医療保険とは病気とか怪我によって医療機関を受診した時にかかる医療費の一部を国や地方自治体がこう負担してくれますよっていう制度のことになります。で、まあ、医療保険というのは加入対象者によっていくつか分類がされるんですけど、国民健康保険ってやつですね。自営業とか付与されていない家族などが入るものですね。で次、健康保険。会社員の方が入るやつです。で、共済ですね。 で次、船員保険。船員の方とかが入る保険になりますで。次、後期高齢者医療制度。75歳以上の人とか、65歳から74歳で一定の障害がある人っていうのが入る保険になります。要は、病院がこう2割負担とか1割負担とか3割負担っていうのは、みんなが普段出してくれてるおかげだよねっていうところが、これでわかるかなと思います。 次ですね、保険の内容なんですけど、問題にも出てたので、ちょっと具体的にお話していきたいと思います。まあ、大体がこれなんですよ。療養の給付、訪問看護療養費っていうやつで、まあ、難しい感じに並べてるんですけど、要は病院代を出してくれるやつですね。で、その他に入院時の食事療養費っていうのがあったり、65歳以上の方は入院時の生活療養費っていうのがあるみたいです。 で、高額療養費、病院代がむちゃくちゃ高くなった時に、それ以上そんなけ払えませんよって言った時にこう、高額の時にこう一定金額になって、こう限度がこう設定してくれて抑えてくれるっていう制度ですね。で、次、出産育児金ですね、出産した場合に50万円を支給ってやつと、で、死亡した場合ですね、埋葬料ってやつと、 で、傷病手当金ですね。業務外の自由で、こう、労務不能になった場合の、1ヶ月の平均の3分の2に相当する金額がもらえるやつで、で、出産手当金で本人の産休中の間ですね、もうあの3分の2に相当する金額がもらえるよっていうやつですね。で、この最初の4つが医療給付って言われる分類で、次の4つが現金給付って言われるやつですね。 で、ここの問題の健康保険の保険給付には、療養の給付、病院代の給付、訪問看護療養費、出産育児金等があるっていうのが、どれもありますので、B も丸っていう問題になりました。次、年金のお話です。日本国内に住んでいる20歳以上から60歳未満の方、すべての国民が加入し、保険料を支払うことで、原則65歳から年金形式で老後資金を受け取れる制度になります。 で、二十歳になった時から加入義務があるんですけど、学生等にはこう、猶予期間を設ける制度がありますよって、僕も使ってました。年金保険は加入対象者によって、国民年金と厚生年金の2種類に分かれてるんですけど、国民年金の第1号と第2号、第3号っていうのがありまして、第1号非保険者っていうのが、第1号の払う人ですね、自営業とかフリーターとか学生とか無職の人っていうのは、国民年金保険っていうやつですね。 で、会社員とか公務員の方は第2号被保険者っていう分類になるんですけど、国民年金保険プラス厚生年金も払ってるよっていうやつですね。65以降になった時、もらえる額はちょっと多いですよね。他の国民年金保険よりも。で、次、第3号ってやつですね。会社員とか公務員の方で、こう、扶養されている配偶者の方になりますね。国民年金保険っていうような、まあ、あの、控除してくれてるやつになりますね。 で、まあ、第2号のこう非保険者は、こう、両方に加入してるので、2階建ての年金保険って言われてます。なので、まあ、その分、ちょっともらえる額も大きいよ、みたいな感じです。ここでですね、老齢年金がイコールなんか公的年金みたいなイメージ、強いと思うんですね。まあ、65になったらもらえるやつでしょ、年金って、みたいな感じで思ってると思うんですけど、 僕も勉強するまではそう思っていたんですが、その他にも障害年金っていうのと遺族年金っていうのがあって、で、それもそれぞれ基礎年金と厚生年金の2種類に分けられてるよっていうのがあります。で、老齢年金っていうのは65歳以上になると支給されるものですよね。で、障害年金っていうのは重い障害を抱えているとか、重い障害を負った時に支給される年金になります。 で次、遺族年金っていうのがありまして、家計の担い手がなくなった時に残された家族に支給されるものっていうやつですね。なので、問題文 A ですね。国民年金の保険給付には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等があるっていうのも、これは合ってますので、A は丸になります。 はい。次ですね。介護保険法に移っていきたいと思います。2000年に施行されたんですけど、背景として高齢化がどんどん進んでいってますよねとか、ほんで、介護期間というのがどんどん長くなっていってますよねっていうところと、で、各家族の進行で、こう、おじいちゃんおばあちゃんを見てくれる人が少なくなっちゃったよねとか、この見てくれる人自体が高齢化になってきたよねみたいな感じと、 それに伴って、こう、老人福祉とか医療制度じゃ、今のままじゃもう限界ですせーみたいなところから、どうにかしていかなあかんぜーみたいな。だから、介護を社会全体で支えていきますせーみたいな形で、こう、制度化されたものが介護保険法になります。 ま、介護保険サービスを提供していくために、市町村などが、こう、ルールとか財源などを、こう、明確に定めてですね、社会全体で、こう、支えていけるように、こう、ルール作りをした法律になります。介護保険についてもう少し詳しくお話していきます。40歳以上になった時に、要介護状態になった時に、こう、介護サービスを受けられる制度になります。なので、ま、40歳以上になったら払うみたいなイメージですね。 で、介護保険には2種類の区分がありまして、まずは65歳以上が第1号被保険者って言われる人たちですね。で、40歳から64歳までの人は第2号被保険者って言われる部分で、それぞれの区分によって介護認定の度合いが違ったりするんじゃないかなと思います。 で、介護が必要な状態じゃなくても、あっても、40歳になると強制的に徴収される保険っていう風になります。次ですね、介護保険でどんなサービスが受けられるのっていうところで、問題にもなってるので、ちょっともう少し詳しくお話ししていきますね。大きく分けてなんですけど、都道府県が行うサービスと市町村が行うサービスのこの2種類あります。 で、介護給付っていうのと、まあ、介護になった状態からサービスを受けられるやつと、なる前の手前、予防でサービスを受けられるやつっていう介護給付と予防給付の2種類にも分けられてるんですけど、都道府県で言えば、居宅介護サービスですね。訪問の方では訪問介護であったりとか、訪問看護とか、訪問リハビリテーションとか、入浴介護とか、そういったいろんなサービスがあります。で、市町村では、 地域密着型介護サービスですね。定期巡回とか夜間対応の訪問介護とか、いろいろありますね。で、予防の方なんですけど、同じようにですね、訪問とか通所、短期入所っていうのがあります。予防の方、市町村も同じで、まあ、要支援っていう部分ですね。あの、介護は要介護って言われてるところになります。で、この他にも、こう、住宅改修で、こう、バリアフリーにしていくとか、そのための補助とかもあったりします。 で、問題になっている介護保険の介護給付におけるサービスには、訪問介護とか、居宅療養管理指導とか、訪問入浴介護とか、訪問リハビリテーション等があるって書かれてるんですけど、これは合ってるので、D は丸っていうことになります。次、雇用保険のお話ですね。労働者の失業や就労が困難な場合などに出してくれるやつになります。で、再就職を支援する制度ですねで。加入条件があるんですけども、 で、その雇用保険でこう受けられる内容になるんですが、例えば、求職者給付、就職促進給付って言って、まあ、要は失業保険のやつですね。次ですね、高年齢雇用継続給付金ってやつで、60歳以降に賃金の減少した人に支払われるものがあったりとか、で、育児休業給付、育休ってやつですね。 で、介護休業給付金って93日間限度に家族の介護が理由で休業した時に支払われるものがあったりとか、で、教育訓練給付って言って国が指定する教育訓練講座を受けた時にその受講料の一部が払ってくれるよってやつですね。 次、労災ですね。労働者災害保障保険なんですけど、会社で勤務してる中とか、通勤中に発生した病気や怪我に対して、医療費がかかった時や休業した時に保障する制度のことになります。で、加入条件っていうのはなくて、雇用会社に加入が義務付けられてて、保険料を会社が全部負担してくれてるみたいな制度になります。 で、保証内容なんですけど、療養保証給付ってやつで、病院代ですね。で、障害保証給付ですね。後遺症とか残った時に支払ってもらえるやつです。で、次、傷病保証年金ってやつで、1年6ヶ月経っても治ってない時にもらえるやつですね。で、次、休業保証ですね。休んでる時。で、遺族保証給付って、死亡した時に遺族に年金などが支給されるものと、 で、お葬式代ですね。が、給付してもらえるよってやつですね。で、この問題の C です。労働者災害保障保険の業務災害、勤務している最中に関する保険給付には、療養保障給付、病院代とか、休業保障給付とか、障害保障給付等があるっていうのも、これは合ってるので C も丸っていうふうになります。では、問題やっと振り返っていけるかなと思います。見ていきましょう。 まず A ですね。国民年金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等がありますよっていうのは説明した通りです。で、健康保険は、怪我、病院代の給付とか、訪問看護療養費、出産育児金等がありますよっていうので、これも丸です。 次、労働者災害保障保険、労災ですね。業務中による災害に関する保険給付には、病院の保障給付とか、休業の保障給付、後遺症が残った時とかの障害保障給付等があるよっていうので、これも丸です。で、最後、介護保険ですね。訪問介護とか、居宅療養管理指導とか、訪問入浴とか、訪問リハビリテーションとか、短期入所とか、通所介護っていうのがあるので、これも丸っていうふうになります。 ということで、正解は1番の、丸丸丸○、全部丸が正解になりました。えー、ちょっと長かったかなと思うんですけど、ちょっと理解が深まってくれたら超嬉しいです。あと、チャンネル登録と、いいねもやってくれたら超超超嬉しいです。超超超いい感じです。また、試験頑張ってくださいね。では、バイバイ。